何事です。寒かったんだからしょうがないでしょ、種族特性なの。だとしても断じて見逃せません。あんたには関係ないじゃん。っていうかただの嫉妬でしょ。まあこうしてやります。お兄様、狼にも女はおりましたよ。お兄様、私の肩に手を回してください。あら、リレアお姉様、まさか嫉妬などしておられませんわよね。まあ、兄上ほどの ご器量ならば女遊びを許すのも制裁の務めだな。そうだ、ちょうどいい。おい、春秋、教えたこともないぞ。春秋くん、この子供さんは？ああ、紹介するよ。初対面で子供呼ばわりか、貴様。幸薄い顔立ちをしよって。幸薄っ、一緒に食べるの久方ぶりですね。食べろ食べろ。父にばかり栄養がいくというのも才能だな。フレイヤ様。見るんじゃないベル君、子供たちが美の神を見るとたちまち魅了されてしまうんだ。久しぶりね、ヘスティア。ミアハ、タケミカズチもお元気かしら。まあね。よう、そなたは今宵も美しいな。シスベルは？僕の仲間が保護してる。そいつは任せたから。フィスワーズ、待っていいすか。私大変なことに気づいたわ。なんでこの子は裸なの？私が本気で脱げばこの子よりずっとすごいんだから。ちょっと、何の本気？アリス様がご乱心。呼び立てたのは他でもない、シャーロットがついに結婚の相手を決めてくれたのじゃ。国の未来を考え、ゴメス様になさるでしょう。私はオットーがお似合いだと思うけどな。うん、私はこの方と心中いたします。心中ちょっと何言ってんのよ。神などいない。ルベ、ナノ、天川優斗、お前はいつもこの猫と一緒に寝ているのか、ナノ。いつもじゃない。いつもじゃないけど、寝ている時はあるってわけね。いや、違う、リンコ。その状況で何が違う。ね、ああいうの。秋春もああいうことしてみたい。またんなこと。皆さんが怖いから。あの二人がただイチャついてるだけのこと、それを私は見ているだけ。怒る理由など何もありませんわ。それなのに、ここに泊まるんですか？それはまずくないでしょうかと思ったりします。私の信条は最上級の部屋を用意しろよ。ちゃんと償ってもらわねば。償い？私の体を必要にいじくり回したではないか、ハレンチな。誤解を煽るようなことを言うな。コノハ、もう時間だろ。学校に行かないと。俺、着替えてくる。金月先輩。この懐かしい香り。姿は変われど、聖一くん、聖一くんなのだな。説明してもらおうか。え、聖一、私やサリアというものがありながら。待て、なんでよ。公開だ。買い物。トモちゃん、起きて、遅刻しちゃうよ。違うんです、ソハラさん。これは鎖を外そうとしているうちに。一体どういうこと？あの子誰？なんでトモちゃん家にいるの？
空から降ってきたんだ。動けません。これは何と言いますか、題して金箔の妻たち昼下がりのキッチン。なれら真っ昼間から何をしとるか。つけみ港、なれは本妻の我を差し置いて、そのような不死だらな遊びを。月海にはこれが遊んでいるように見えるんだ。水舞。何やってんだ大草。に西野マナカ、誰よこの可愛い子。おい純平、また泊まりに来てやったぞ。泊まり、マナカくん。違うんだ登場法。マナカ誤解だって。純平、この人たち誰。マナカ、純平、純平くん。マナカ、もう勘弁してくれ。七崎先輩。お兄ちゃん。いや、七崎を探しててさ。七崎、この間の話なんだけど。あ、はい、ちょうどよかった。私も先輩にお話が。お兄ちゃん、いきなり出てきて何なの。さえちゃんがびっくりしてるでしょ。え、さえちゃん。ああ、ごめん、悪気があったわけじゃ。ごめんね、さえちゃん。これがうちのお兄ちゃんだよ。同じクラスの中田さえちゃん。はじめまして、中田です。あ、どうも、宮野兄です。それにしても、すごいね。もう、どこ見てるの、まったくもう。でも、わかるわかる、すごいよね。もう本当にふかふかなんだから。ふかふか。だからね、ミアにもご利益があるようにたまに触らせてもらってるんだ。にしし。なに、それは裏山。けしからん。なんかね、こう柔らかくてあったかくて気持ちよくって、自分もそのうちふかふかになれるような気がするんだよ。そうなんだ。うんうん、おお、ミアも七崎も中田さんぐらいに成長するといいな。そのうち大きいおっぱいでニーニーをびっくりさせてやるんだから。学校でニーニーはやめろって。ごちそうさまでした。あ、七崎、話っていうのは。すみません、急ぐので失礼します。